アンドレアスティス・エラザスケ・ザニアス1944年12月3日は、ギリシャ王ゲオルギオス一世と王妃、オルガの4男、コンスタンティノス一世の弟、グリュックスブルク家の一員であり、ギリシャ王子及びデンマーク王子であった、イギリス女王エリザベス2世の王派エディンバラ公、フィリップの父である、アテネに生まれる、幼少期は、 多くの世話人によって英語を教えられたが、両親との会話ではギリシャ語のみを話した。それ以外の言語では、デンマーク語とロシア語、ドイツ語、フランス語にも堪能だった。後に、アテネの士官学校に入学し、禁止というハンディキャップを抱えながらも陸軍に入隊した。多くの王族に見られるような名誉職ではなく、他の一般軍人と同様に職務をこなし、 バルカン戦争にも従軍した。1903年10月6日に、ドイツのダルムシタットで、ルイス・オブ・バッテンバーグの娘アリスと結婚し、後に一難四条を設けた。第一次世界大戦時には、中立政策を推し進めるアニオと連合国が、支持するベニゼロス元首相を中心とする、暫定革命政府の対立がきっかけで勃発した内戦により、 兄王が退位を余儀なくされ、アンドレアス自身も他の王族らと共に、スイスで数年間の亡命生活を送ることになった。帰国後は陸軍少将として現役に復帰し、1919年に勃発した起土戦争で指揮を取ったものの、結果はギリシャの敗北に終わり、アンドレアスは指揮官としてセーブル条約で得た領土を失った責任を問われた。また、 1922年に起きた軍事クーデターにより、革命政府から死刑を宣告されたが、いとこのイギリス国王ジョージ5世が差し向けた軽巡洋艦カリプソに登場して、フランスへ亡命し、余生の大部分を同地で過ごすこととなった。亡命後は、兄ゲオルギオス王子の妻、マリー・ボナパルトの所有するパリ郊外産クルーの別荘に滞在したが、 家庭を顧みず、愛人を作り続け、家にも不在がちだったことから、妻アリスは神経衰弱を患うようになり、1930年に彼女がベルリンのサナトリウムに入所して、以降は疎遠となった。4人の娘たちはドイツ貴族と結婚し、一人になった息子のフィリッポースも1928年にイギリスにいるアリスの母親のところに行った。それ以降は、 フランス南部のコートダジュールに移り、愛人と共に小さなアパートやホテルの一室、ヨットの上を転々とし続けるという生活を続けた。1939年に第二次世界大戦が勃発してからは、事実上ビシー政権の監視下に置かれ、その一方でフィリッポスが政権と敵対するイギリス海軍の士官になったことから完全な温身不通状態となり、 その年以降はフィリッポスを含む家族の誰とも会うことはなかった。1944年にモナコのモンテカルロにあるオテルメトロポールで心臓麻痺と動脈硬化症により62歳で亡くなった。遺体は一度はニースにある聖教会の墓地に埋葬されたものの1946年にギリシャ海軍の巡洋艦によりギリシャへ戻されアテネ近郊にある。 たとえ宮殿の王室墓地に再度埋葬された。妻のアリゾーブ・バッテンバーグとの間に、五人の子女モロける。ありがとうございます。